ディーベー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 ディーベン漫画とか弁ダイジェスト。はいどうも、D 弁のお時間でございます。ザボでございます。本日の D 弁漫画ドカ弁ダイジェストはシャープ10になります。名君対甲府学院の一戦の振り返りでございます。一つよろしくお願いします。このゲームはですね、山田たちが1年生の秋の大会、関東大会の初戦となります。はい、メインライバルは怪力自慢のガマゴースケでございます。このゲームの前にはですね、夏の甲子園の深紅の大優勝旗を盗んだ犯人から負けるように脅迫の電話が入ってるんですけれどもね、まあ動揺をしながらもですね、ゲームは始まっていくわけでございます。スターティングラインナップのご紹介していきましょう。まず先行は甲府学院です。スターティングラインナップ、1番セカンド信國、2番ショート岡田、3番レフト村田、4番ピッチャーガマ、キャプテンですね、5番キャッチャー佐渡、6番ファースト中野、7番センター大塚、8番ライト長谷川、9番サード中田というスターティングラインナップ。対して高校が名君になります。1番サード岩木、2番セカンド殿間、3番センター山岡、キャプテンに就任しております。4番キャッチャー山田、5番レフト微笑み、6番ショート石毛、7番ファーストに今回は中根が入っております。8番ライト北、9番ピッチャー里若というスターティングラインナップ。ここから始まりますね。はい、1回表マウンドは里中、1番2番を三振、3番バッターをセカンドゴロに打ち取り、好調の立ち上がりになります。1回裏、ここまでずっと黒いマント姿だったガマゴースケ、ついにベールを脱ぐことになります。ガマは両手にバカでかいダンベルを持っており、四六時中これ体に負荷をかけていたわけですね。でマウンドに上がったガマ、セットポジションからボールをわしづかみに握り投球をします。ボールはスピードこそありませんが、鉛のボールのように重たい球質です。砲丸投げ投法と名君は名付け対応していくことになります。いわき、殿間、山岡と3者連続ピッチャーゴロで、3者凡退となります。ここまでで0対0です。2回表先頭は4番のガマです。プッシュバント打法をするわけですね。バッティングは腕力だってね、吠えるわけでございます。このプッシュバント、バントの形で押し出すようにして打つんですけれども、そんなにこう飛距離が出ない打ち方なんですよ。どっちかというと内野の間を抜かすような打ち方するのがメインですけれども、この打球がですね、レフトフェンスを越すわけですね。はい、打席ではヘルメットをかぶらない、四六時中ダンベルを持っておる、砲丸投げ投法、プッシュバント打法などはちゃめちゃなガマゴースケ。甲府学院は1点先制いたします。1対0甲府のリードとなりますね。2回裏、この回の先頭は山田、ど真ん中のボールを打ちますが、バットをへし折られファールボールです。いわきの金属バットを借りてフルスイングします。打球はライトスタンドへ飛び込みます。はい、この打球を観客が手に当てて、ホームランは認められないことになっちゃいますね。はい、この観客がね、優勝旗盗難の犯人かもと懸念をですね、疑念をですね、監督土井垣がね、持つわけでございます。山田結果的に二塁打といった形で、ツーベースヒットになりました。5番微笑み、送りバント成功でワンアウトランナー三塁となります。石毛初球をスクイズ、この時ライトセンターの方向からですね、光がキラッとしましてね、石毛の目に入りました。バントできず空振りです。山田タッチアウトでチャンスをものにできずチェンジ。やはりそこにも疑惑の男が点々点といった形になってます。2回裏終了して、ジョエ君は0点です。1対0甲府のリードとなっております。回は5回に進みます。甲府の投手ガマはこの回から鉛のように重たいボールと速球を混ぜながらのピッチング始めまして、名君打線を翻弄していきます。高校野球のファンというのは半眼びいきでおなじみです。はい、夏の覇者名君と無名の甲府学院では、観客の甲府の応援の
熱の入れようが違いましてね、スタジアムは異様な雰囲気と化してまいります。これに動揺した里中はデッドボールで先頭打者を出してしまいました。甲府は送りバントですが2-6-3のダブルプレイ、自打者をトノマがファインプレーで、アウトにしてみせまして0点に抑えることに成功します。6回裏2アウトから里中フォアボール、盗塁成功、送球エラーで3塁へといった形になりまして、バッターはいわきです。しかしいわきね、ど真ん中を三振してしまいまして、動揺している里中はさらに焦りを感じてきます。9回裏終わった時点で甲府1点リード1対0となっております。ワンアウトから4番ガマがプッシュバント打法でライトオーバーのスリーベースヒットを放ちました。5番佐藤、ボテボテのサードゴロ、焦った里中が取り一塁へ送球、これが悪送球となり三塁ランナーガマホームイン。7回表2対0と、リードを2点と広げました甲府学院でございます。9回裏トノマが粘ってフォアボール一塁に歩きます。山岡ピッチャーライナー、山田ツーベースヒットで、2塁3塁でバッターは5番の微笑みというシーンになります。打球はピッチャーのグラブを弾き、ショートはノーバンキャッチ、二塁山田は何とか帰塁でき、セーフでしたが、三塁ランナーとのま、ボーンヘッドで三塁に戻れずアウトとなり無失点と。またこの回もチャンスを生かすことはできませんでした。7回裏終了時点で、甲府2点対0点のメイクといった形になっています。8回表、里中、ワンアウトから2者連続フォアボールでランナーを出してしまいます。ここでピッチャー、里中からいわきへ交代します。ピッチャー、いわき、濃厚で早速ランナーを出してしまい、満塁にします。土井垣監督は一人相撲の姿を、ね、里中に見せるために、行った投手交代なのでしたと。ここで山田、いわきに打者がなめてるぞとぶつけてやれと耳打ちします。いわきぶつけようとして投げますが、ストライクゾーンにボールが行ってしまうわけですね。悪気打ちのいわき、でたらめなピッチングしようとすると、今度はストライクにゾーンにボールが行くといった形になりまして、三振に打ち取り2アウト。今度は甲府のガマがバッターです。ベース寄りに縦との指示、あ違う、今度は甲府のガマが次のバッターにベース寄りに立ちなさいと指示をするわけですね。でいわきまたボールがゾーンに行かなくなってしまいました。山田再度マウンドに向かいます。打者は今度は謝ってるぞ、許してやれと囁きますと。山田は外に大きく構えます。これでストライクゾーンにボールが行くようになりまして三振と。メイ君山田のピッチャーの囁き作戦でピンチを脱出することに成功いたします。8回をもって終了、2対0甲府のリード2点。そのまま回は9回に移っていくわけでございます。いわきは山田のアドバイスでバッターボックスの一番端っこに、立っております。ガマは構わずど真ん中を投げますが、いわきにとってはこの外の悪球となりまして、これヒッティングライト前ヒットになりました。トノマバットの先端でボールに回転をかける飛打黒田節というのを放ちましてね一塁二塁で、要はセーフティーバントのようなものですね。はい、ということで、一塁二塁といった形になります。自打者は山岡、三塁フライで、ワンアウトになりました。バッターは山田です。敬遠という策もある中でガマは勝負を選択します。金属バットを使い、山田は砲丸投げ、投法を攻略いたします。打球は右中間を破り、山田走者一掃のタイムリースリーベースヒットで同点とします。ワンアウト三塁、甲府は今度スクイーズに備え、外野も内野手を守る超前進守備を敷くわけですね。メイ君はバッター微笑みです。それでもスクイーズを敢行していきますね。三塁ランナー山田スタート、ここで微笑みプッシュバントに移行します。打球は一塁付近にいるライトの頭の上、これはとりあえず三塁、山田がホームへリスタートします。でホームでクロスプレーがあります。まだコリジョンルールのない時代ですね。はい、山田は捕手の左膝のレガースで、
左膝のレガースのところをおでこでぶつけましてね、キャッチャーを転ばせホームに劇的なサヨナラ勝利、メイ君が3対1のサヨナラ勝利で、甲府を破るといったことになりました。この後山田は失神してしまいます。おでこでね、レガース、膝のレガースをこう頭突きしたわけですからね、うん、破れたガマが山田を抱えベンチへ、歩いていきます。指針から覚めた山田、記憶喪失になってしまうことになってしまいます。はい、さてどうなるんでしょうかといったところで次回でございます。はい、はい、また次回よろしくお願いいたします。次回の配信は11月の第1日曜日を予定しております。よろしくお願いします。D 弁漫画ドカ弁ダイジェストは毎月第1、第3日曜日の配信の予定になっております。また次回をぜひお楽しみになさってください。はい、あと私ザボ D 弁の他にポッドキャスト番組ベースボールカフェ、キャン中世、スタンド FM 番組ザボのフリースインガー、ラジオトーク&ポッドキャスト番組ミドル巨人くん、ノートザボの多分多分、Spotify 限定で配信中、大人でおしゃれな音楽番組をやってみたいのだが音だがなど配信番組多数ございます。ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。あとハッシュタグザボとつけてツイートくださいます。後ほどエゴサもいたします。何卒よろしくお願いします。ではまた次回です。